漫画みたいだったこと、または漫画のようにはいかなかったこと。徳島県小松島市 D さんの漫画みたいだったこと。すいません、会社でお届け物です。はい、ここにサインお願いします。毎日荷物を届けてくれる宅配のお兄さんが。ご苦労様です。お届け物です。 ありがとうございます。あの、これもお届け物です。これは誰宛てですか？それは僕からお姉さん宛てです。え？いつも素敵だなって思ってます。じゃあと言ってきたこと。神奈川県相模原市パッツンボブさんの漫画のようにはいかなかったこと。内気な私が。ねえ田中さん。え？学年一のイケメンに突然話しかけられ。メガネ外したらどんな感じなの？え、いや別に変わんないですよ。と答えると。ねえ一回見せて。ちょっと。いいじゃん。やっぱメガネの方がいいね。と言われたこと。ということで、漫画みたいだったこと、または漫画のようにはいかなかったこと。